ロシアで、ある女性が車を運転中、銃で武装した特殊部隊に、止められ、車から引っ張り出されます。突然のことに訳がわからず、恐怖に怯える女性。一からだ、何事でしょうか？実はこれ、女性の彼氏によるドッキリ。しかし、そんなこととは知らない女性は、銃を構えた特殊部隊に怯えながら、車に両手をつけ、の、命令に従います。すると、一人の隊員が、車のトランクを開け、たくさんの風船と花束、小さなプレゼントを取り出します。隊員は、女性の元に駆け寄ると、足元にひざまずき、花束とともに小さな箱を、開けます。そこには婚約指輪が、僕と結婚してください。覆面を外した彼氏からの、プロポーズでした。まだ怯えているのか、はたまた喜びに打ち震えているのかはわかりませんが、女性は涙を流しているよう。そして、彼氏のプロポーズを受け入れます。ドッキリ成功、プロポーズも成功でハッピーエンド。のはずが、このドッキリに協力した隊員たち、おふざけが過ぎると上司の、怒りを買い、最悪解雇処分になる可能性もある、とのこと。チャンネル登録をお願いします。スマホの方は動画の下の、チャンネル登録から、お願いします。